やっているあなたも、最近ご無沙汰なあなたも要チェック。では誰もがおなじみのありがちなシチュエーションを舞台に、演技力となりきり力を競うマイクを使ったバラエティーゲーム、芝居道をご紹介しましょう。遊び方は至って簡単。繰り広げられるおなじみのストーリーを見ながら、マイクに向かって気持ちを込めてセリフを読むだけです。それではちょっと見てみましょう。お代官様、私、三好屋の娘で千代と申します。うむ、いいですね。滑舌、声量、抑揚と3つの要素でちゃんとチェックされるので、やる気のない棒読みや照れまくりの噛みまくりや、ふざけたアメリカン読みなどはアウトです。プレイ後のアドバイスの参考に、より楽しいシチュエーションにチャレンジしてくださいね。さて、芝居道では誰もが知ってるおなじみのシチュエーションをたくさんご用意しました。先輩と後輩の学園ラブコメ、悪大官と桔梗屋の悪だくみ、嫁と姑の台所戦争、板挟みになるダメ亭主、青年医師が自我に目覚め、熱血テニスでしごかれる、と、その他いろいろ見たことのあるあの場面、言ってみたいあのセリフがてんこ盛り。マイク一つで二人で同時に遊べますし、友達を呼んでみっちり役作りして存分になりきっちゃってくださいね。ということで、演技力となりきり力を競うマイクを使ったバラエティーゲーム、芝居道、2003年2月13日発売予定。